はい、こんにちは、すです、えー。今日はですね収録日4月16日なんですけれども、えー、今日のヘッドラインは、ね、20日テスラ決算、今回は厳しいかという、ね、内容でお届けしたいと思います。今日もね最後まで見ていただいていい動画と思っていただければ、ぜひ、ね、チャンネル登録、いいねをねしていただけると嬉しいです。でえっっとと今日ねああののまあ、ちょっとあの 土曜日ですけれども、本当にちょっと簡単にね、テスラの内容だけね、ちょっとお話しできればと思ってます。で私はちょっとね、テスラ、うん結構今回、厳しいんじゃないかなというふうにね、思って見てますので、ちょっとそのね、内容というところと、まあ指数、で、ね、テスラをきっかけとしてね、指数量もちょっと崩れるかもしれないので、まあ、指数、テスラもね、あの20日まで待った方が良さそう、まあ、指数に関しては私、まだまだ早いなと思ってるんですけども、いずれにせよね、えー、一旦次、短期的なね、目安としては20日になるかなというふうにね、思ってます。 これ私の意見は、ね、ぜひ他の方の YouTube、Twitter、ブログもね、ぜひ参考にしてみてください。で、今週ね、から本格的に決算シーズンが入ります。先週までね、銀行中心でしたけども、えー、今週からね、本当、ジョン・サン・ジョンソンだったとか、ネットフリックス、IBM とかね、そしてテスラ、ASML、P&G とかね。 えとスナップも入ってきますしね、えー、本格的な決、えー、算シーズンを迎えます、そしてさらにねその次の週の25からね、本格的にガファムが入ってきます。まあ、なんで今回ね、あのー、決算サイクルとしてはちょっとね、あのー、テスラ、早いなという、ねえー、印象を持ってます。今、はい、週のね、<laughs> 20日水曜日になります。で、えー、ちょっとね、テスラのこのチャートを見ていきたいんですけども。 えっとまあ、前回ね、ね急法の決算の後、まあと、そんなに、まあ、結構いい決算だと思うんですけど、もね、まあ、マーケットはそんなによくないですよねっていう反応をしてか、まあ、大きく下がりました、でその後もねずる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 と下がってきたんですけども、も、えー、3月の FMC かをきっかけに、がーっと上がっていきましたと、で今は985ドルぐらいでね、えー、止まってるっていう感じですね、まあ、株式分割もありね。 うわさ、だったっけ、決定したんだっけ、うん、ちょっとどっちか忘れちゃいましたけども、とかもあり、ね、えー、登っていきましたと、で現在、PR が200くらいっていうことなので、まあ、フォワードしてもね、えー、と10くらいにしかならないと思うんですよね、確か、あごめん100くらいにしかならなかったんです、フォワードね。だから、まあ、一般的な銘柄からするとね、PR はめちゃくちゃ高いっていう感じになります、えー、他に、ね、高い銘柄を上げれば、エヌビディアとかが50くらい、アマゾンとかが90とか80くらいじゃなかったかな。 Google とかが28とか、Apple とかがもう30ぐらいとかあったっけという中で、まあ、テスラっていうのはね、PR200 っていうことがあるので、やはりね、PR200 と呼ばれると、今後のね、その利益だったりとか、売り上げの成長というところがね、かなり期待されて、まあ、この PR になってるんじゃないかなというふうにね、というところはまず1点ね、注意が必要だとは思います。はい テスラのチャートがどうのこうのとかテクニカルがどうのこうのってあるんですけどまず1点目は、ね、この PR200 というのが、ねまあ、だいぶ、あのーそのね、期待が乗っかってるんでこの辺の、ね、株価の経緯とかもあるんですけどもこの辺までは、ね、も,もっともっとこうなんかベルリン、えー、とかそのテキサスの工場ががんがん再開して来年は来年というか今年、ね、200万台いくみたいな、ねまあ、そんなノリで、ね、上がってきたところが今、ね、こういうところになってます。 でちょっと振り返りたいのが、まず製造台数ですよね、え製造台数なんですけども、えー、っと前回の計算ね、30万台,台5840でした、でもう生産台数はね、えっと、今回発表が出たんですけども、30万台5407ということで、えー、若干ね、苦戦している生産台数かなというふうにね、え思います弱いプラス69ですけども、いや、えっと、クォーターオーバークォーターでは、結構初めてじゃないですか、伸びなかったの。う コータル公ータではほとんど伸びてないていう前回のこのクオーターブクオーターも伸びてないのか、うんまあ、とはいうものね今回もうフ,あのフリーモントの工場も上海の工場もイケイケの状態でさらに、ね、テキサスもベルリンも空いたからさすがに超えてきてほしいなという感じだと思いますけどもね、うんまあ、まずは1点目としてさっきも言ったんですけど PR200 というのはもうめちゃくちゃ期待が乗っかってるめちゃくちゃっっ売り上げも利益もめちゃくちゃ期待が乗ってて PR200 という状態なので まあ今回の製材大数というところはね、若干、ちょっと心もとない可能性はあるんじゃないかなというふうに、ね、え思ってます。はい、そしてねえ、次に注目なのがこの、えっと、車のレと、えっとまあれと営業利益ですよね。でえっと、ね前回の決算、なんで下がったかというところもいろいろ説はあるんですけれども、やはり一説というか、一つにはね、やっぱこの、あのあ、ー 車販売の粗利がちょっと上がってなかったっていうところは気になりますよね、そして同時に営利,営利も上がってないと、でこれはいくつのがの要因が考えられるんですけども、えー、当然、あのー、あれですよね、原材料費が上がってるっていうことも考えられますし、これね、どこだったか分かんないんですけどもね、前回の決算か、前この,あの1年前の上海の時の決算とか,分かんない、かちょっとね、どっちか忘れちゃったんですけども。 やはり今あのまずまだあんまりそんなに生産台数を動かしてない生産台数をあんまりそのなんちゅうかなその、えー、作ってないテキサスとベルリンの工場を動かしてるっていうこと自体はその生産台数に対してはやっぱり営利がね一瞬悪くなるっていうことはねあのまあ前回の決算発表かその上海の時のねセハーオープンの時のね決算発表で語られたことですまあそういったところもあってまあ。 その車体自体の原材料費とこの工場がまだ稼働しきってないというところで、ね、この営利荒利っというところが、ねまあ、今回、まだ原材料費高くなっちゃいましたよね。かなりねというところもあってこのウクライナ情勢でこの原材料費が高いというところでこの営利あまあさっきも言ったんですけど PR200 というのはかなり今後は営、ね、利率、荒利率も改善していって売り上げもガンガン伸びていくんだというところで PR200 なので今回、もし万が一、ね、この営利荒利が下がってしまうものだとあれば まあ一時的とはいえ質を買ってしまう結果になってしまうかもなというふうにね思ってますこちらさっき言った通りえとおりテ,テ,テキサスとベルリンの工場が Q1 でオープニングしました、まあ、今まではねこちらのまあ先行都市ということでねまあどん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 こう建設してきたんですけどももうねなんか1万人とか5000人とかそれぞれ採用しているのであのまあ オペレーティングコストというところも、ね、だいぶ高くなってきている、でもまだそのようやく工場動き始めたのが3月とか、ね、4月とかそういうタイムラインなのでこれからどん,どんどんどん作っていけばますます売上の拡大と営利の拡大というところは見込めるではあるんですけどもちょっと、ね、今クォーター工場が動いたばっかとっいうところでねまだまだ工場を動かすだけでそんなに宿題数っというところはねそんなに貢献できてなかった Q1 ですよねというふうには思うので。 まあどうなんですかね、今回のエイリアラリー、ちょっと、ね、気にはなってるかなという感じですねで。もう一個気になるニュースがこれですよね。えー、と今回はな、ね、んとか生産できたんですけども、も、えー、上海の工場が3月28日より停止してます。でどうやら4月18日、えー、次の月曜日から、ねえーとまあ、オープンするらしいんですけど、ねあのーあのー、コロナによる、ね、ロックダウンで止まってます。でどうやらら記事によると5万台程度ぐらい 影響が出たんじゃないかというふうに言われているので、えー、とこれは今回の決算には影響がないんですけども、まあ、ほぼね4月のまあ3分の2ぐらい止まってたということでまあこんだけ止まってるだけでもね多分だいぶテスラの,その販売台数の達成というところはねだいぶブレーキがかかるんじゃないかなというの思うんですよね。こののの辺はは絶対にあああれれでで聞かれるはずですあの 記者会見というか、記者からの質問で聞かれるはずなので、まあ、この辺んで、ね、見通しとかでま、また、あ、気になるところもあるんじゃないかなと思います、でさっきあの30万台、5000台という話をしたんですけども、やっぱここで5万台しくじってしまうと、やっぱこの台数を維持することすらちょっとね、難しいかもしれない、で今年はもう200万台いくかと言われたところが、こ、まあ、今年はね、せいぜい120万、130万台となると、去年からね、 三十パーセント四十パーセントぐらいしか増えないとかね、まあ最悪のケースそんなこともね。まあ、それはないと思うけどもね。うん、まあ、ちょっとこういうところはね、気にはなってきますよね。はい、これもね、決算でやっぱ注目だと思います。ただ。 まあ、あの短期的にはちょっと、ね、こうやって、あのーまあ、苦しい場面、営利とかラリとか、上海工場というところがあるんですけれども、まあ、長期的にはね、まあ、良いニュースがやっぱ多いかなと思います、ベルリン、テキサスがね、本格稼働してこれば、えー、っと去年もね、中国のカージー工場が本格稼働したのが、まあ、91ぐらいでしたっけ、確か91、まあ、92ぐらいから徐々に稼働してきて、93、94ね、どん,どん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 作っていく、まあ今年もそれになぞらえていけば、93、94とね、テキサス、ベルリンがどん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 作っていくっていうのはね、まあ、やっぱ、 あの一旦ここのこう苦しい時期を超えていけば、ね、だんだん上海とかコロナがピークアウトしていけば、ま,あ、またねあの、長期的には軌道に乗ってくるのかなというふうに思います。で、今回、あの4月の上旬に、テキサス工場でね、テキサスのオープニングイベントがあったんですよね。で、その時にあにサイバートラックを23年からね、生産開始するという話もちょっと出てます。はいまあ、その他ね、ロードスターと言われるスポーツカーだったりとか、セミと呼ばれるトラックも、 これはちょっとね、曖昧なんですけども、2023年から生産開始か2023年から、まあ、何ていうかな、発表、まあ、その見込みを発表か分かんないですけども、その辺もね、着々と進んでるみたいで、まあ、これらが揃うとね、そのまあ、その、SUV とか、そのセダンのタイプが今すでに出てますよね、モデル3とかモデル Y で,で。さらにピックアップトラックであるサイバートラック、そしてその産業用のトラックであるセミ、まあ、ロードスターはまあ、ちょっとその、 ね、広告的な感じはちょっとするかなという感じがするんですけども、まあ、このサイバートラックですね、なかなかスペック、カタログスペックね、なかなかいいんじゃないかなというところを見れてるので、えー、ちょっとこっちなんですけども、これがね、あのテキサスの,その工場のイベントの時の写真なんですけども、本当にこのデザインで作ってきました、一応、この私、ちょっと動画見たんですけども、まあ、会場の右から左にね、ちゃんとトラックが移動してきたんですよね。ちゃんと動いてる状態で このドラッグがお披露目されました今回は窓ガラス割るとかなかったんですけどもえー、っとこういう本当にこのデザインでねリリースするみたいですね、うん、まあアメリカ人がどう思うか分かりませんけどもまあ私もねちょっとねまああのアメリカ来てテキサス来るとねピックアップトラックとか SUV とかもいいなと思う中で まあこのねなんかね、この使い方とかもねだいぶユニークらしくて、なんかちょっと今までとは、ちょっとまだ私も詳細見てないんですけども、やっぱ新しいこうピックアップトラッあアウトドアとかね、新しい使い方をいろいろ提案できるね、ピックアップトラックになってるらしいので、この辺もね、今後ね、楽しみになってくるかなと思います。で、こちらがロードスターというセミですよね、左がまあそのえーとスーパーカーモデルのロードスター、一応620マイル走ると言われてますね、620マイル走ったらすごいですけどもね。 で右が、えー、とトラックですね、うんまあ、トラックもねどん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  EV カードの波が来ると思うので、まあこ,れらのね、この辺の、ね、ラインナップが整ってくるとテスラはもう本当に SEV からセダンから本当にこうピックアップトラックからセミまで、ね、幅広く取り扱う、ねまあ、一大、えー、大型自動車メーカーというところに、ね、駆け上,上がっていく、まあ、この足固めというのが、ね、このテキサスとベルリンの工場で、ね、できたのかもしれないなとか、ね、思ったりはしています。 まあ最後、ちょっとね、所感なんですけども、まあ、少なくともね、大きく上がっていくような決算にはならないと思います。あの今回の決算の状況から、わー、お手皿す,すげえみたいなのは、周辺の状況からおそらくね、多分ないなとは思いますよね。生産台数もあれだし、給通も不安配だしねで。もしね、営利、粗利などが上がらない、給通の台数にネガティブな材料が出ればね、売られることもあると思います。ただ、そんなにね、大きく売られるとは思ってはいません。あのー、言うてもね、この辺のことは大体みんな分かってると思うので、 まあ今、900後半ぐらいですけども、まあ、900前後ぐらいでね、とどまるんじゃないかなとかね、思ってはいますけども、結局、何が出るかわからないんで、これがやっぱテスラがね、大きく売られると、今結構、また下がってきましたけどもあの、テスラとかアップルがね、ちょっとまだ株価高いんですよね、あの相対的には。グーグルとかマイクロソフトとか NVIDIA とかはね、もう結構きっちり下がってきたんですけども、やっぱテスラとアップルがね、やっぱちょっとなんちゅうのかなこう、モメンタム人気っていうところもあるかわかんないんですけども、 まあこの年がね最後に大きく売られると、やっぱりちょっと指数には影響するかなという感じがしますね。まあ、今、私、全体として別に指数がいいとは思ってないんですけども、指数をもし買われる方でもね、一旦20日まではね待ってみてもいいんじゃないかなというふうにはねえ思ってます。えー、テスラ本体に関して言うと、私はテスラ自体ね、小額ながらホールドを継続してます、まちょっとね、この間の高くなったところでやれやれ売りじゃないですけども、今回のこの決算が見えてましたので、ちょっとね、テスラに対するポジションを縮小して。 ま,あまた、下がればね、決算次第ですけども、買っていきたいなというのはね、考えてはいます。はい。というわけでね、今日はね、ちょっとこんな簡単にね、週末なんでテスラの話題になりました。引き続きこちらサポートになると書いてるんで、サポートいたら嬉しいですってともに、えっとね、今後ね、釣りのチャンネルもやっていこうかなと思うんですけど、先行してね、釣りのインスタグラムやってます。こちら動画詳細欄に貼っておきますのでね、ぜひね、釣り好きの皆様ね、ぜひね、フォローいただければと思います。というわけでね、今日はね、20日テスラ決算、今回厳しいかったいう内容でお届けしました。ではね、また次の動画でお会いしましょう。 Bye bye.